どうした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 、カンペがね、カンペがどうですか、千葉千葉吉兆みたいな、あ、こっちを行くぞと、あ、なるほど、これ行ってみると、これね、もうなんか裏話すわ、これ行くの、これこれ裏で2人がかなり攻めてますよって言って、ちょっとでも楽しみ、いやいや楽しみです、皆さんもいますから一回やってみましょう。じゃあゼルミから始まります、はい、野球選手モノマネクイズ一つ、はい、こちら、はい、始まってんの、あ、右バッターですね、右バッター、これ特徴出てんすか、え、むっつ、なるほど、わかるわ、わかるわ、かる、わかる、わかる人いる、もう一回、もう一回、じゃあゼルミ、ちょっとお客さんにも協力していただきましょう、はい、難しいな、どこ、ここが特徴なんですか、違うかな、ここら辺とかはちょっと巨人の岡本っぽい、岡本では、岡本岡本じゃない、岡本じゃない、岡本じゃないか、ちょっとお客さん分かった方いらっしゃいます、あ、一緒に手を挙げてる方いますね、あ、後ろの、え、本当に分かる方いますか、あ、ちょっと答えてもらっていいですか、本当に、中田、中田、中田中田翔じゃないと、はい、あ、はい、坂本じゃない、じゃないじゃないと、分かるか、チームのヒント欲しい、か、チーム、分かるか、チームヒント、チームヒント、どこのチーム、ヒント、どこのチームか、ここのチーム、ここのチーム、このチームね、はい、埼玉西武、西武、西武、もう一回やって、もう一回やって、バンクももう本当って見てるもん、セーブだった、あ、ちょっと分かったかもしれない、分かった、メッツ時代の松井和夫じゃないそんな細かいところだよ、結局なんかすごい野球詳しいわ、絶対好きだ、分かった人います、名前特徴的、名前特徴的な人、あ、あげてます、ちなみに分かったっぽい、分かったっぽい、ちなみに何ですか、こちらの中村、違う、あ、違う、中村だけじゃない、どう、え、わかりました、埼玉西武ですよ、ね、ああ、はい、埼玉西武、愛斗選手、テレビ愛斗選手、セーブ、すごい、待て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 、ちょっと、はい、やめろ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 、騒ぐな騒ぐな、分かるテレビ、やりたいなと思ったんですけど、はい、お二人も今日ぜひ、野球好きだと思うんですけど、はい、サッカーの試合も、僕もちょっと今日見ようかなと思って、ありがとうございます、見ていただきまして、はい、そうなんですね、野球プラスバーチャルテレビのファンになっていただけたら、そうですね、嬉しいなと思います、こんなこと言うのちょっと、この場でこんなこと言うのちょっとマジで違うかもしれないんですけど、最後にどうした、僕バンフォーレがすごい好きなんですよ、そう言うな、そんな、ちなみに拍手に来た、あ、ユニフォームをね、大原さん、実は大原ギリギリまでバンフォーレのユニフォームを着るかどうか、なるほどなるほど、さすがにこれ着たらちょっとね空気読めないみたいな感じで、甲府出身、バンフォー、そうなんですよ、甲府出身なんですよ、そうなのね、はい、なるほどなるほど、これ何、これこれ、あのバンフォーレ甲府のベースボールシャツです、珍しい、はい、なるほどね、野球は野球、ありがとうね、はい、じゃあここでゼルビーとバン君は、はい、次の仕事があるということで、次の仕事、ここで先に失礼させていただきます、ゼルビーとバン君でしたけど、どうでしょう、ありがとうございます。ありがとう。皆さん、二人、焼いてらっしゃい。すごい。ありがとう。ありがとう。ありがとう。すごいすごい。わあ。わあ、ありがとう。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 行ってらっしゃい。シャツ入れてね。ただお二人して。長島一茂はだいぶ面白かったですね。面白かったですね。かなり面白かったです。大喜利もできる。大喜利してくれます。それでは改めてご紹介します。大喜利も頑張るアイドル。ラフラムの皆さんです、どうぞ、はい、
いらっしゃる。おー、ありがとうございます。そしてラフリー隊のみんな、はい、ありがとう。はじめましての方もたくさんいると思うんですけど、私たちと一緒に全力で盛り上がっていきましょう。イエーイ。ということでですね、今聴いていただいた曲は私たちのデビュー曲100億点という曲なんですが、皆さんいかがでしたか？最高。結構口ずさみたくなるような100億点っていうのがずっと繰り返されてて、みんなで一緒に歌ってみたいなとか思ったりしませんか？ありがとうございます。ということで、なんと100億点のちゃんとバージョンを作っていただいたので、皆さんに一緒に伝授したいなと思うんですけど、100億点を2回言った後におー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 を5回、100億点を2回言った後にゼルビア決めゼルビア決めればもういいじゃんっていうのを3回やるっていうものなんですけども、ちょっと今聞いただけじゃ。それではミュージックスタート。とっても楽しかったです。この100億点という曲が町田ゼルビアの勝利を導くちゃんと曲になったら嬉しいななんてラフラフのみんな思ってるので、もしよかったらサポーターの皆さんも広めてくださると嬉しいです。お願いします。ありがとうございます。はい、ということでですね、次の曲が最後の曲となってしまいます。私たちが日頃から頑張っている大喜利を取り込んだ楽曲となっているのですが、今日はプロ野球それでは最後まで楽しむ準備できてます。特別バージョン。遠い遠くが遠ければ遠いほどね、遠長いみたい後付けしたいよ
長松春。飛んでくる球が、あの、火の玉。怖い。ソフトバンクが好きです。ゼルビアに期待することを思いっきり叫んでください。
ありがとうございます。